こちらは先週土曜日午前7時ごろの映像です。小型船同士が衝突する事故の瞬間を浜名湖に設置された情報カメラが捉えていました。画面真ん中下に映る小型船と右側の橋をくぐってきたもう一隻が衝突。一方の船が転覆しているのがわかります。この転覆した船に乗っていた50代の男女3人が海に転落し、うち男性2人は腰や左手首の骨を折る重傷、女性1人は首を打撲するなどの怪我をしました。現場は広い浜名湖の中でも幅が狭くなっているところで、複数の橋がかかっています。こちらは小型船同士が衝突した事故現場です。現場は漁船などが多く通行する場所で、事故発生当時は暗く、見通しが悪かったとみられています。現場付近でよく釣りをするという地元の人も、この事故現場には危険性があるといいます。航路ですからね、やっぱり船はあそこで全部集中するから、だいたい2人で乗ること多いんで、前の人はちょっとちゃんと前の船見たり、横見たりして、やんなきゃいけないですね。事故が発生したのは週末の朝早く、時間帯として釣りをする船が多く、衝突した2隻も釣りが目的だったということです。現場について御前崎海上保安署に話を聞きました。今回衝突事故が起きた場所は浜名港内のこの付近になります。河口幅が約150メーターの幅となっています。船が航行する上で交差するところでは、船の行き合いがありますので、場合によっては事故が起こる可能性もあります。その上で事故を防ぐには安全な速度と周りによく注意をすることが大切だと呼びかけます。小さな船、プレジャーボートでも船長さんには乗っている人、乗せているお客さんや自分の家族などを守る、命を守る義務があります。すぐに避けれるスピード、安全な速力で走っていただくとともに、しっかり周りの見張りをして安全対策を取っていただきたいと思います。